あの結構緊張することは多いんですけどなんかこうちょっと緊張しているときの方が逆にこうすごく集中力が高まるというかその物事に集中して自分のベストが尽くせるような気がしていてなのでなんかこう緊張することが悪いことだとは思ってないですねなんかねのけるためにみたいなふうには思ってないです。同じですよねやっぱり 目の前のことに集中するって大事ですよね。あ、いえいえ、でも、さすがです、<laughs> 自分も。いえいえ。初 <laughs> めまして、芦田真菜です。あ、初めまして、藤井聡です,よす。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は本当に藤井さんにお会いできるということで。あの、楽しみにしてきました。たくさんお話聞かせてください。お願いします。あ,ありがとうございます。芦田さんは本当に以前からとても活躍されているので。自分より年下、年下落とした時は本当に驚きました。今日はよろしくお願いします。<笑><笑>よろしくお願いします。 藤井さん今日撮影されてきてあのいらっしゃるんですよね。お疲れ様でした。はい、<laughs> いかがでしたか CM 撮影は。そうですね。CM 撮影の機会をいただくのは自分は初めてだったんですけど、そうですね。自分の動きをコントロールするというのはとても難しいことなんだなというふうにはい思いました。でも役者の方は本当に細かい動きとかすべてやっぱり意識されて演じられていると思うので、だからそれは本当にとてもすごいことなんだなというふうにはい改めて思いました。<laughs> そんなことないですよ。<laughs> <laughs> そうですよね。でも私はあの CM 撮影が富士さんと別々だったので、<っ> CM が完成したのを見れるのがすごく楽しみです。あ,ありがとうございます。本当に家門すごく綺麗な緑になりましたよね。これこうやってラベルを剥がすとあのおみくじがついてるんです。こういう可愛い絵のおみくじが。 ついです,そうですね。健康対局前は喧嘩が気になってしまいます。<laughs> そうですよね。対局前はそうですよね。ぜひ読みくじは対局が終わった後に、めくって。<laughs> <laughs> 見てみてください。<laughs> 金太郎と招き猫とか、すごく縁起のいいイラストが書いてあって、すごく可愛いし。なんかテンション上がりますよね。縁起を担ぐといえば、勝負の前に、対局の前などに。何かこう縁起を担ぐために、やられてることとか、あったりしますか。 あはい、そうですね。対局の時、えっとショを指す前に必ずお茶を一口飲むようにしてます。そうなんですね。じゃあぜひそのお茶を家もにそうですよね,ね。対局が終わったらぜひラベルを剥がして。そうですね。はい、剥がすのは対局語で。ぴ <laughs> ったりですね。そうなんだ。知らなかったです。ア田さんは何か炎上格闘とか、まあルーティーンとか何かいか,いかがでしょう。そうですね。私は。 あの小さい時にそのオーディションを受けに行ったりする時とかは結構赤の服を着ていくとあの合格する確率が高かったので結構赤を着ていくように <laughs> <laughs> してました <laughs> そうですね大局の時に扇子を使うことがあるんですけどやっぱりその扇子の勝率とかもやっぱり気になってしまいますねどうしてもああ,あるんですねやっぱりそうですねなんか勝率のいいセンスでいこうかなみたいな <laughs> <laughs> そうなんですね あのー、藤井さんはいつもすごく落ち着いていらっしゃって、堂々とされてる、あの、イメージなんですけど <laughs>。やっぱり対局前だったりとか、こう緊張したり、プレッシャーを感じたりされることっていうのもある、ありますか。あ、そうですね。やっぱり対局前は、本当は常に緊張感があります。あ、そうで,、ね、でやっぱり書店に、お茶を飲んで、心を落ち着かせてというふうに思ってます。お茶飲んで、リラックスして、なんですね。やっぱり、その緊張とかを、こう、跳ねのけるためにというか。 あのそういうために何かされたりとかもするんですか。ああそうですね特別なことはあまりしていないんですけどやっぱりとから目の前のことに集中するというのが大事なのかなというふうに思ってます。ああそうですよね対局に集中して。そうですねはい橋田さんは本当に小さい頃からいろいろな経験をされてますけど緊張された時などはどうされてますか。 でも結構私は心配性なのであ、はい、あの緊張しがちであの結構、緊張することは多いんですけどなんかこうちょっと緊張しているときの方が逆にこうすごく集中力が高まるというかその物事に集中して自分のベストが尽くせるような気がしていてなのでなんかこう緊張することが悪いことだとは思ってないですねはねのけるためにみたいなふうには思ってないです。で同じですよねやっぱり 目の前のことに集中するって大事ですよねあ、いえいえでもさすがです <laughs> 自分もい,たい,思い,ますいやいやそんなことないです <laughs> もちろん緊張しすぎもあのうまくいかなくなってしまうんですけどなんか適度な緊張感も大事なのかなって思ったりしますと藤井さんはどういうきっかけで将棋を始められたんですかあ、はいそうですね5歳の頃に祖母にルールを教わって遊んだのがきっかけですあ、そうなんですねそこからじゃあもう面白くなって どんどんのめり込んでいかれてという感じですかそうですね祖母が初心者ですぐに勝てるようになったのでそれが楽しくてはい、<ー>どんどんハマっていきました <laughs> そうなんですねじゃあもしその将棋のプロになっていなかったら、はい、何になられてたと思いますかそうですねこう小さい頃は電車の運転手が憧れだったので<ー>はい、それを目指していたかもしれませんそうなんですね 一回通りますよね男の子は電車かっこいいとかりっこいい時代あります飛鳥、ね、<laughs> <laughs> さんは今と違う仕事は何,、はい、何になりたいとかそういうことはありますかそうですね何だろううーん私はあのなんか外国で、はい、日本語を教える先生とかちょっと憧れますね。 学校で日本語の文法を学んだ時に、はい、普段毎日使ってる文法なのに自分が知らないことがたくさんあるんだっていうのが<ー>なんか面白くて、はい、でじゃあ日本でも教えられるじゃないかと思うんですけどなんかこうか海外に住んでみたいなっていう夢もあるので海外で日本の文化に興味がある外国の方とかにもっと日本のことを知っていただきたいなと思ってそういう職業もいいなって憧れます。 足田さんは読書家だとお聞きしたんですが何かおすすめの本のジャンルなどはありますかあのおすすめというか私が好きなジャンルになってしまうんですけどミスってご存知ですか読み味が嫌なミステリーの略,あの略なんですけど、はい、なんかこうあまりおすすめするようなジャンルじゃないかもしれないんですけど <laughs> あのなんだろう。こうお化け 人間心理の残酷さというかやるせない部分というかなんかこう人間のどうしようもない部分がすごく出てくるあのミステリーになっていて、はい、なんかそれがこうトリックとかになっていて、はい、なんかこう自分の生活とすごく紙一重のところにある、はい、<laughs> 恐怖が感じられるというかなんかそのどうしようもない部分って分かってしまうだけにこうすぐ後ろまで自分に恐怖が迫ってるような気がして。はいはい こう読みながら思わず、後ろを確認してしまうような。<laughs> そんなハラハラが楽しめて、すごく好きです。なるほど。なんか、少し怖、まあ、そうですけど、頑張って、はい、読んでみたいと思います。嬉しい。<laughs> なかなか共感してくれる人が、私のと、周りにいなくて。<laughs> ぜひ、ちょっと。頑張りまたいなと思って。はい、<laughs> あ、でも、自分は最近、なかなか。読む機会がなくて、今日、お誘めを聞けて、よかったです。あ、そうですよね。お忙しいですもんね。 <laughs> ぜひレパーートリーにお願いします <laughs> 藤井さんはこうずっと将棋の道を歩んでいらおられるわけなんですけど自分の中でこう大切にされていることだったりとか座右の銘だっったたりりとかかあったりしますかそうですねまあ自分が余談に昇談した際に辻沼の方から「無局」と書かれている官房員をいただいたんですけど、はい、まあどこまで行っても極まることはない頂点はないという意味で。うん そのことを自分を大切にしていきたいなというふうに思っています。あーなるほど。あ、すごく大切ですよね、でもそれって。やっぱり満足せずに、もっと常に高みを目指してってことですよね。ああ、素敵だなと思います。ありがとうございます。今のままでいいってね思ってしまいそうですけど、そうじゃなくて、常に努力されているのはすごく素敵だなと思います。ありがとうございます。 では藤井さんこれからやってみたいこととかあれば教えてくださいそうですねやっぱりまずは騎士としてより強くなれるように一層頑張っていきたいなというふうに思いますあとはそうですね今まで通勤通学が唯一の運動の時間だったので今後は運動する習慣をつけないといけないのかなというふうに思ってます <laughs> そうなんですねああでもずっと座ってやられる競技ですもんねそうですねやっぱり最近は星座がだんだんきつくなってきてあ <laughs> そうなんですか <laughs> そうですもうちょっとはい運動したいと思いますあじゃあぜひ運動もしつつますます強くなられるのをぜひ応援させてくださいはいありがとうございます足田さんはこれからやってみたいことなどありますか <laughs> そうですね私はやっぱりお芝居をするのは好きなので、はい、なんかこういろいろ今までやったことない役だったりとか、うん、いろんな役を演じてみたいですねどんな役に興味がありますか そうですね、二重人格の役とかちょっと興味がありますね、<laughs> なんかこう、演じがいがありそうだなと、あ<ー>私、ズンバっていう、なんだろう、エアロビじゃないんですけど、ダンスをして体を動かすエクササイズみたいなのに少しはまってまして、もしよかったら、てて <laughs> <laughs> そうですね、はい自分はリズム感が全くないので、難しそうですけど。いやいや でも、少しずつきっと。今日は本当にいろいろお話いただきありがとうございました。本当に楽しかったです。はいはい、こちらこそ、本当に、すごく楽しかったです。ありがとうございました。ま,したまた、あの、家を通して、共演させていただけたら、嬉しいです。はい、よろしくお願いします。はい、また、よろしくお願いします。